の続きでございます。あ、そう、わざわざ着替えてきたね。こちら、はい、さっき出たエビの殻でございます。これをですね、はい、次はエビせんにしてみようかなと。はい、余すことなく、はい、一番最初エビ殻使ったのは UP さんで、あ、エビのふりかけにしたんですよね、はい、でその次小玉さんがこれをビスク、はい、スープにしたんですけど、はい、次はお菓子のエビせんに変えてみようということで。大好きですあの、はい、エビの粒が入ったようなやつですね。そうですね、はい、多分エビの香りがすごいすると思います、はい、というわけでこれやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず洗います。洗うんですか。洗いましょうこれ、はい、洗わんでいいかな。でもチーズエビせん、どうですか、ね、チーズ味ですからね、はい、チーズ味がいいっすね。チーズエビせんのままでいきましょう、はい、じゃあ焼きます。焼いて殺菌しましょう。はい、はい、殺菌。まあ我々のね、口の唾液がついたかも、はい、そうですね。まあちょっとずつこうやって、あ、バラバラにした方が、はい、多分しやすいかもしれないので、あとこの後ミキサーにかけるんで、はい、でかいままよりちょっとちっちゃくしてた方がいいと思いました。はい、エビって素晴らしい、合わすことなく使えますね、はい、これは一応重ならないようにですね、やっといた方がいいらしいです。それの方が早く乾燥するらしいです。なんかこの辺ジメジメしてるんですけど、誰かの唾液ですかね。で一応生の状態から、あ、普通はですね、はい、やるんですけど、これ一回焼いたやつなんで、はい、ちょっと焼く時間とかもちょっとは短くして、はい、レシピ通りにやると多分焦げちゃうみたいになっちゃうかもしれないんで、まあ観察しながら焼いていく感じですかね。そうですね、なんかカリカリになったら大丈夫みたいな感じの書き方だったんで、はい、はい、じゃあこれを、はい、こちらですね、エビの殻をオーブンで今余熱200度でやってるんですけど、もういいぐらいですかね。大丈夫でしょう。はい、はい、冷却しなくていいです。せっかく温めたのに冷却しなくていいです。200度にして冷却しようです。冷却してますね、うん、やるべえ。カリカリになるまで、はい、これで焼いていきたいと思います、はい、とりあえず10分で、はい、レシピには15分って書いてありましたけど、はい、はい、じゃあ10分間ちょっと様子見ながら焼いていきたいと思います。はい、はい、はい、というわけで焼けたみたいでございます。どうなりましたかね。どうですかね。オープン。おー、カリ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 、あ、もう乾燥したって感じですね、はい、カリッカリになってますね。ちょっと焦げ乗った匂いがちょっとするけど、多分チーズが焦げるんじゃないかな。あ、そっかそっか、うん、いいじゃないですか、ね、はい、じゃあこれを、はい、粉末状にちょっと冷ました方がいいのかもしれないですけど粉末状にしていくので、はい、まあこれを入れていきます、はい、パッサパサ、パッサパサじゃないの、こんな粉にするんですか。はい、もうエビパウダーに1回、はい、粉にします。カラカラなってますね。なってます、十分なってます。すいません、一気に全部やっちゃう。半分ぐらいの方がいいんですかね、はい、様子見ながらですね。はい、もう頭も全部入れておきます。じゃあちょっとやってみましょう。はい、はい、いきます。うん、こうなってきた。はい、おお、お、結構パラパラになるんですね、うんうん、まだあったかいからちょっと曇ってますけど。あんま良くないでしょうね。プラスチックの部分はですね、まあ、これはガラスだから大丈夫でしょうけど、はい、はい、さあ、まあこんな感じですね、うん、なんかこれ、はい、見たことあるな、あの確かに多分一緒の原理なんだよね。熱してパラパラに来るあそこから撮って全部見せる。もうこれ以上なんないのかな、ないですかね。ああ、じゃあそんなもんで、はい、こんなもんでいいでしょう。はい、じゃあこれを、はい、お皿に、お皿じゃねえ、ボウルに入れます。はい、お願いします。はーい。独特のリズムでしたね、はい、ありがとうございます、はい、そしたらそこにお水が 100cc、 はいはい、あ、もうあのエビせんの香りがすごいですね。本当ですね。エビの香りがすごい。片栗粉が 50g と、かつおだしが 2g。 はい、じゃあ水、はい、水 100cc、 はい、と、かつおだし、本だしですね、はい、
それ8グラム入ってるんで2グラムだけ入れてくださいね。4分の1ぐらい。半分の半分だ。オーダー。多分それでも入れ結構多めに入れとった方が多分美味しくなりそうな、俺は気はしますけどね。じゃあ半分だ。はい。エビの味がなくなるだろうとかされるかもしれないけど。3.5 グラム入りました。はい。はい、と片栗粉がこれ、はい、50グラムですね。はい。はい。片栗粉でできるんですね。本当ですよね。それとお塩が一つまみ。お塩。すみません。混ぜちゃっても大丈夫ですか、ね。はい。大丈夫です。はい。一つまみ。はい。はい。はい、そしたら結構サラサラになるみたいですよ。ああ、はい、サラサラ多分粒がでかいからザラザラみたいな感じですけど、そしたらそれをもうそのまま焼くみたいですね。フライパンでこれを、はい、べちょーなってますけど、こんなんでいいんですかね。なんかなるらしいです。中火ぐらいで焼いていくみたいです。感じ、あの、はい、もんじゃ焼きぐらいのですね。シャバシャバ感が、はい、油を敷きます。はい、敷くですよ。油は引きますね。そしたらそれをあのせんべいぐらいの大きさの、はい、ぐらいですかね、に何個か焼いていきます。これは中火でやってます。はい、いきます。とりあえず、はい、この辺に粒がでかいですね。薄くがいいのかな。どうなんですかね。薄めが良さそうですね。なんか薄、はい、クレープ並みに。でフライ返しでギュッと押さえながら裏表を焼きます。まだそんなあれじゃないよね。とてもとてもひっくり返せるようになる。あ、でもすぐひっくり返せるようになる、はい、今固まってきてますね、はい、これでも、ね、下手すりゃ歯茎に刺さりそうですね。なんか焦げ足みたいなのが入ってますよ、そのまま。そのまま残ってますね。とりあえずじゃあ、はい、こんぐらいしか入らんと、はい、あ、繋がっちゃった。あ、もうこれあれじゃないですか。はい、もう いけそうですね。フライ返しで結構、ああ結構ふにゃふにゃですね。でも、あ、固まれてしまった。下手くそでした。おお。あ、下手くそですね。これは。はい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 。うん。なんかいい感じ。焼けるとまたすごい匂いがしますね。なんかこうやって押し付けながら焼くらしいですね。これでせんべいになるんですね。でも想像してたエビせんの色とは違う。味噌が入ってそうな味がめっちゃ濃そうですね。でこれで裏の表をしっかり焼くのかな。はい。で両面が焼き上がったらまた耐熱皿に並べて電子レンジで 5,6 分チンする、はい、らしいです。水分を飛ばすんですかね。飛ばすみたいですね。なんかなんで、うん、とりあえずちょっと焼けたなと思ったらお皿に移してレンジで 5,6 分、500ワットかな、 5,6 分しか書いてないから。多分この半生の場所がなくなれば多分完成というか焼き上がりでいいと思います。次なる工程に。はい、でもさっきレシピ見た感じでは普通に重なってても良かったっぽいですね。はい、ネズメでしょ。なんか焼けんすかね。待ち遠しいですね。バーナーやります、上から。炙りますか。今でも本当なんか濡れせんべいみたいな本当に感じですけど、はい、どこかな、市とかのお土産かなんかありますよね。ありますよね。エビせんの高いけど、もういいかな。チンしますか。チンしますか。チンしますか。はい、じゃあこれ、はい、はい、一回揚げまして、多分重なっても多分大丈夫だと思います。俺は重なりすぎてもあんま良くないもん。はい、じゃあチンします。はい、5,6 分ちょっとチンしましょう。残りもじゃあこれちょっと焼きおきますね。はい、お願いします。はい、じゃあ5分いきます。はい、お願いします。はい、開けて見てみましょう、はい、おお、なんか水分がいっぱい逃げていった、はい、なんか蒸気出てきましたね、はい、逃げていったけど、どうなんだこれは、おお、硬くなってきてる。なってます。なってきてるですか。なってきてる。じゃあ広げてもう一回焼いた方が、あ、一つになってる。そういう罠が。これは俺のミスですね。いやいやいや、
誰のミスでもない。佐藤くん、しょうがない、はい、俺のミスです、これはもうね、しょうがない。外れたら、どっちかっていうとクッキーみたいな感じ。確かに、しっとりみたいな。そうそうそう、チョイシってあのカントリーマーム系な。あっちー、大丈夫ですか。こうかな、こんな感じかな。おお、あ、でもパリパリ言ってる。はい、お、お、固くなってきた。冷めたら固くなってきた。ほんとだ、ほんとだ。いけるいけるいける。ちょっと、うん、あのでかいの焼き上がるまでちょっと冷ましましょうかね。冷ましょう。ちゅうわけで、はい、でかいのまで焼けました。焼けましたね。しっかりできてますね。うん、ほら、こんなに固く。こっちはちゃんともう、しっかりせんべい、はい、冷えてる。うおー、上々。俺は人間もやめるぞ。つうか、あれでしょ、鶴見中将の。あ、確かに、そうそうそう。ちょっと食べてみましょうかね、はい、おせんべい、はい、はい、硬い、はい、いただきます。ほら、あ、本当だ、いただきます。うん、あ、うん、うまい、うまっ、あっくなって。あれですね、やっぱりでも、うん、お土産でもらう、はい、おいしいせんべい、お土産でもらうタイプの高いやつです。うまっ、うまっ、ちょっと、あれやりましょう。まっ、やりますか。はい、てか、なんかほのかにやっぱチーズの。ほのかにチーズの味がします。酒飲みなんでですね、ちょっと ね、これやっちまうんですよ。はい、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 一味前ですね。一味前を作っちゃいました。はい、これにドボン、完璧ですね。リップ、はい、ありがとうございます。とんでもないです。うまっ、うまっ、辛っ。辛っ。全然いいですね。大成功です。うん、よかった。うんうんうん。ということで、はい、今回は余ったエビガラでエビせんを作ってみました。はい、簡単にできるし美味しいので、うん、ぜひやってみてください。見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。こりゃ高級エビせんじゃん。ですね。うん、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し。はい。Thank you.